はい、タバコの喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、俺もね、これ結構好きなんですよ。ウエストのレッドです。こちらが、安タバコというか、若干安いタバコで、380円で売ってます。タールが10ミリの、ニコチンが 0.7 ミリのタバコです。こちらはですね、なかなか手に入らなくて、なんかね、この10ミリのレッドはね、なかなか手に入らないんですよ。で、なんですが、偶然セブンイレブンに売ってて、と思って、やったーと思ってね、買ったんですけど。吸っていきます。甘い。結構甘い。煙が、結構味がね、甘い感じの。美味しい。結構ね、こちらは、なんとなくね、丸ボロの味に似てて、丸ボロよか香りが強くて、っていう感じですね。ドイツの高い技術、高い品質を兼ね備えたハイコストパフォーマンスシガレットと、台湾製のタバコです。人気の高い、味わい深いフルフレーバー製品が新たに登場しました。葉タバコは時間をかけて乾燥させた上質な葉タバコが生み出す本物の味わい。ウエストに使われる葉タバコは世界中から集められています。南アフリカの豊かな土壌、青々と生い茂った、うんちゃらかんちゃらとかいろいろ書いてありますけど、これいいや。あれ。ウィキはないのかな。ウィキペディア。吸いやすく、そして美味しいタバコですね。タバコ。ウィキペディアは、あった。ウィキペディアありましたね。ドイツのタバコ銘柄、イギリスに本社がある国際的なタバコ会社である。インペリアルタバコのグループの軒下、これ軒下って読むの？傘下？の、レームツマが製造している国際的なブランドだそうです。特徴。ウエストに使われている葉タバコはアメリカンブレンドと呼ばれる3種類をブレンドしている。天日乾燥するオリエント種、空気乾燥のバーレー種と熱処理倉庫で乾燥されるバージニア種の葉タバコを世界各地から集めて調合している。こちらはですね、銘柄がウエストのレッド。10ミリのやつと6ミリのやつと3ミリのやつと、あとメンソールボールが入っている6ミリのやつ。そして通常のメンソールの6ミリと、1ミリのやつと、1ミリのロング。そして、1ミリのロングのメンソールと。2、4、6、全部で8種類ですね。あります。まあ俺もいろいろ知ったことあるんですが、レッドとメンソールボールのやつ、デュエットってやつとかは知ったことあるんだけど。美味しいですね。最近このウエストの8ミリが売られたんじゃなかったっけ？違ったっけ？なんか新しいの出たよね。いや、出たんじゃなくてもうちょっとで出るんだか。出るとかなんとか聞いたことはあるけど、まあ多分俺は吸わないですけど。あ、ウエストのディープブルーってやつですね。これが、8ミリのやつが出るみたいです。てかもう出たのか。1月14日発売だから、もう発売してますね。うん。うん。美味しい。なんか甘さと、吸いやすさと甘さと、タバコの美味しさというのが、結構バランスが良くて、美味しい。飽きのこないこの味わい、甘さとかがお気に入りです。まあしかも値段が安いという。うん。若干丸ボロに香り、丸ボロの軽くなって香りがアップしてる感じ。コクがちょっと減って、丸ボロにのコクが減ったけど香りがアップして、で、なんか甘くなったみたいなタバコです。俺の感覚として。うん。美味しい。これ美味しい。のでね、これ4つ星です。ご視聴ありがとうございました。